はい、どうも、サンタです。この前、つぶだかのバックブロックとバックプッシュのやり方をやらせていただいたんですけど、今度はフォア。結構つぶだかの人、フォアブロックとかフォアの攻撃苦手な人多いんじゃないかなと思うんで、僕バックより実はフォアの方が得意なんで、そこをぜひ教えさせていただけたらと思います。で、今日はフォアブロックとフォアの攻撃のやり方、あとはフォアブロックはカットっぽいブチ切れのブロックっていうのがあるので、そこまではできたらやりたいなと思います。では行ってみよう。はい、じゃあフォアブロック、まずフォアブロックからいきます。フォアブロックの時も、前のバックブロックの動画見てくれた方は分かるかなと思うんですけど、角度ただ垂直にするんじゃなくて、ちょっと上に向けてある。これだと、まあ、当てるだけならこれでもいい、当てるだけっていうのはいいですけど、ちょっと下回転になりたいなというか、少し上に向ける、これを意識してみてください。あとは基本的にはここのバウンド直後を狙うっていうのは忘れずにやっていただいて、カットブロックはその後に説明しますので、まずはこの普通のフォアブロック、実際に何本かやってみますので、打ち方を見てみてください。それでは行きましょう。おーいなバウンド直後、直後でしたね。ここでこれ、ここでこれ、ここでこれっていう感じひどい顔してんだはい、じゃあさっきフォアブロック台上でやったんですけど、今度はちょっとバックブロックとかであんまやらなかったんですけど、台の外にあえてボールを出してやるカットブロックっていうのを、まあ一個ちょっと技術練習っぽくなるんですけど、まあアドバイスさせていただこうかなと思います。角度は台上でやるときと同じでいいです。この角度ちょっと上向けるようなこの角度と同じでいいです。ただそれを台の外でやってやる。で、一番大事なのが、ここからラケットを振るときに、ここで止めない。もう下まで振り下ろすもん。カツンと。で、ちょっと膝も入れてあげる。これがポイントです。しっかりラケットを振り下ろしてあげる。今はしっかりできるようになると、相手のドライブとかループドライブをブチ切りの下回転で返したりとかできるようになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。台の外まで引きつけて、しっかり入れてください。で、真下に振り下ろす。しっかり膝を使ってあげる。膝を使う。ここまでブロックとカットブロックやったと思うんですけど、今度またちょっと基礎的なところに戻るんですけど、今度フォアのプッシュ、バックもプッシュやりましたよね。それと同じでフォアのプッシュしっかり押す。でこの時大事なのが、角度を作ったらそこから当てる時に、結構こういう風に角度変わったりとか、こういう風になる方多いと思います。これなるべくしないでください。角度はこのまま固定してしっかり重心を使って前に持っていくっていうのを意識してプッシュする。これはフォアのプッシュです。乗せ打ち、よく角度打ちとか乗せ打ちっていうやり方なんですけど、角度をちょっと上に向けてあげる。少し面を上に向けてあげる。上に向けて腰を使ってボールを乗せていく。普通に打ったらこのままパチンって打っちゃうんですけど、これをちょっと角度を上に向けて乗せて打ってあげる。乗せて打って、これが角度打ち、乗せ打ちってやり方で、下回転がボール深いの来たなとか、浅くてもいいんですけど、そういうボールをすくって打ってあげる。プッシュ以外の攻撃方法っていうのもあるので、ぜひそれを覚えてみんなやってみてください。これで蹴るようになったら結構翻弄できると思います。じゃあ実際やってみます。足を入れて前でプッシュ、ああやっちゃった。
足を入れて前に手だけじゃなくて、これも重心を前に、重心を前に、ストレートを取るときも重心を前に、やべえ、やばかった、ごちぎれ桜じゃないって言ってないからね結構カットブロックってやり方難しいように見えるんですけど、一番大事なのは一個がポイントで忘れないって力抜いてやってください、ね、ブロックの時全部力抜いて、バックブロックもフォアブロックも力抜くことが一番大事です。力入ると全部飛んでいっちゃうんで、力抜いて柔らかくカットしてあげる。まあ、大丈夫の時は力抜いてしっかり軽く落としてブロックしてあげるという意識していただくと Very good、 Nice。 はい、で乗せ打ち、角度打ちとフォアプッシュ、これも特にカットブロックとか普通のブロックの中で混ぜられるとめちゃくちゃ点につながります。粒高はブロックだけって思われがちですけど、全然そういうプッシュとか乗せ打ちみたいな戦い方全然できるんで、ぜひ守りだけじゃなくて攻撃もできる粒高っていうのも結構やっていただくといいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、フォアのカットブロックとかもっと知りたいっていう方は、僕はどこにも同じでセナタックってところでコーチとしてやってますので、ぜひそれも合わせて、うん、ぜひ来ていただければカットブロック一から丁寧に教えさせていただきますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。では今日の動画は以上になります。バイバイ。 Thank you.